君はこうちゃくちゃくムラザーズ。目から落ちた鱗を、うん、とりあえず集めて、うん、まあザルで洗って水切っとく、うんうんうん、で白身魚をとりあえずボイルして、うん、まあ火通したら、うん、今度小麦粉まぶして、うん、その上に、うん、さっき水切っといた目から出た鱗、うん、まぶす、うん、で今度グリルで10分、うんうん、目から落ちた鱗の歯ごたえと白身魚のふわっとした感じがとても美味しいです、うんうんうん、そのことわざクッキング何ちょっとことわざクッキングやってもらっていいですか。青菜にしよう。青菜にしよう、うん、あもう新鮮な青菜はねパッと塩振ってそのまま食べれる男らしい。そういう意味よ青菜にしようって。男らしい。あそういうやつなんです、うん、今日は青菜に塩をぶっかけた料理と、うんうん、前菜にしてってことよ。メインディッシュは豚に真珠だよ。豚に真珠。豚に真珠の意味知ってる。はい、ソテーした豚肉に真珠貝、うん、アコヤ貝の黄身を乗せて、はいはいはい、バルサミコソースパーってかければもう一コロよ。猿も木から落ちるってあるでしょ。猿はいい。猿は料理しないで。わかんない。ちょっと野獣っていうか獣臭さはあるんだけど、うん、木から何回も落として肉を柔らかく、うん、まあ叩いてるようなもんだよね。そうすると刺身でも食えるから。なるほど。じゃあ前菜は青菜に塩で、うん、まあメインがそうね。豚と猿で被っちゃうけどね。の、うん、肉料理がちょっと多いね。で最後まあちょっとまあちょっと前菜の前にスープ忘れてたわ。あスープいりますね、うん、確かにね。鬼の目にも涙ってある素敵。あれ集めてね素敵。鬼の目にも涙スープめっちゃ素敵じゃない。ちょっと塩辛いかもしれないけど、もうなんかコラボカフェじゃん。ことわざコラボカフェ。ことわざコラボカフェ。めっちゃよくない。青菜に塩サラダと、うん、鬼の目にも涙スープ豚に真珠ソテーに猿の脳みそ、うん、あと桃栗3年かき始めデザートうまい。うまい。3年熟成させた桃栗と8年熟成させた柿だからね。うまい。あんたうまいじゃないの。うまいだけよ。うまいじゃないの。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。